国鉄 EF16 系電気機関車。EF16 型は、かつて、日本国有鉄道、国鉄に在籍した、直流用電気機関車である。EF15 系の改造により、1951年、昭和26年に登場した、勾配区間用の電気機関車である。第二次世界大戦終結後。 貨物列車系引用電気機関車の標準形式として九百四十七年、昭和二十二年から e f 十五型が量産され、九百四十九年、昭和二十四年に直流電化された大雨本線、福島米沢間にも同形式が投入された。しかし、板谷峠を通過する同区間は三十三パーミルの急勾配が連続しており、下り勾配でブレーキ、 機械的な踏みずらブレーキを多用することにより、和心に焼きばめした車輪、タイヤが摩擦熱で膨張し緩むトラブルが続発した。対策として、急行バイク間の各駅を通過する列車に対しては、車輪冷却のため臨時停車を実施、さらに e f 1 5系の屋根上に水タンクを設置し、車輪に水をかけて冷却する方法が取られたが、抜本的解決には至らなかった。 そこで、同区間で使用している EF15 型に、改正ブレーキを追設し、従来の踏みずらブレーキの使用頻度を大幅に下げる、ことが、国鉄内部で1950年、昭和25年に、決定、改正ブレーキの搭載により、性能が EF15 型と大きく変化することから、改造機には新経式 EF16 型を付与、改板し、 国鉄の電気機関車では改正ブレーキを本格的に採用した初の形式とな。1955年、昭和30年には上越線水上石田館用として追加改造された。大宇本線、福島米沢用の前期改造車と上越線用の後期改造車では仕様が相当異なるため、本校では前車を、福米系、後車を、 上越系と便宜的に区分し、以下に、歳や経歴などを外説する。1951年、昭和26年から翌年にかけ、大湯本線の勾配区間である福島米沢間の直流電化に伴い改造されたグループである。電化当初より、福島第二機関区、後の福島機関区、現、 福島総合運輸区には e f 1 5系1から8.20から23号機が配置され、正面扉上と前小灯へのつらら切りの設置、それに軽笛、砂箱の増設や、スノープラウ装備といった体感、大切や勾配対策は施し、さらには戦述した通り、下り勾配で連続してブレーキを使用することによる車輪士管対策として水スンと酸水装置を増設したが、 抜本的対策のため、霊軸付け抵抗釣り合い機式の電力回生ブレーキを設置し、一方で、大宇本線では不要の高速走行に用いる弱め回示制御の機器を取り外し、さらに前面には重レンジの回生ブレーキ制御用のジャンパ線を設置するなどの改造を1951年、昭和26年から1952年、昭和27年にかけて実施し、 EF16 型となった。本形式は改造後順次福島第二機関区に配置され、地上変電設備の改修や試運転を経て1953年、昭和28年から短期、充連運用を問わず、本格的に改正ブレーキの使用を開始、福島米沢間を走行するすべての列車を牽引した。百六十一年、昭和十六年十月、 三独島に、運転開始された機動車特急、翼も、使用車両である、キハ82系機動車の出力不足のため、本形式が、協調運転の形で牽引していた。板や峠で回生ブレーキが安定して作動するようになると、電力回生率も35から40%という、成績を示したが、勾配区間であることによる、負荷の大きさ。 改正時の電圧変動による、主電動機や内部機器の消耗もあり1960年、昭和35年以降、福島機関区、東北本線電化により解消配置の本形式前期が、大宮工場で配線引き直しなどの整備を実施した。1964年、昭和39年から1965年、昭和40年にかけ、 福島機関区に新形式の EF64 型が配置されたことで余剰となり、全車が長岡第二機関区に転属して、水タンク、酸水装置を撤去した以外備えはそのまま、上越線で使用されたが、1から15機は、1967年、昭和42年から、大宮工場で改正ブレーキ、増設機的の撤去と弱め開示制御の再設置を、 行い EF15 型に復元された。番号も改造前の新生次元番号に戻されている。これらのグループは、後に一部が首都圏に転属したほかは、引き続き上越線で使用され1980年、昭和55年までに全車廃車となった。一方11.12は改正ブレーキを後ずつの上越系と同様のものに交換、増設系的を撤去するなど、 使用を揃えた上で、長岡第二機関区に転属し、上越線で引き続き使用され1980年、昭和55年に、水上機関区へ転属後廃車となった。福米系の各機は、上越線転属や EF15 型への復元後も、正面扉や前頭上のつらら切り、台車砂箱はそのままであり、福島機関区時代の面影を残していた。 1955年、昭和30年から1957年、昭和32年にかけ、上越線水上石田間の急勾配区間用として改造されたグループである。同区間は20パーミルの勾配が連続していたことから本形式を投入することになり、e f 1 5系1 6から19.24から28.31から33の12両が改造された。 回生ブレーキの冷時期性能や重連用設備の有無といった33パーミル対応であるオーフホン専用のものと相違点があり将来の含まい系像日を考慮したことから番号を20から付して区別した配置は水上機関区が中心で少数が長岡第二機関区後長岡運転所にも配置され共に補給運用として使用されていたまた 応雨本専用であった11.12も装備を上越仕様に変更して長岡第二機関区に配置され14両体制となった。1980年昭和55年以降 EF64 型の新区分番台である EF64 型1000番台に置き換えられ、1982年昭和57年までに全車廃車になった。 上越線水上駅近くにある道の駅、みなかみみずき交換に28号機が生体保存されている、本形式唯一の保存機。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。